覚えてますかこれ。はいはい、ゲーヒーをつける、ヒーをつけて、ね、はい、もうねつけなくてもいいんじゃないっていう話もありますけれども、うん、今回は、はい、マーコさんがマスターの役でございます。はい、皆さんから寄せられた恋愛エッチ素朴な疑問を本日のマスターメンバーが解決するお悩み相談室です。はい、今回2つあります。1個目はマーコさんマスターです。はい、どんなキャラだっけな。ね、斜めになってる。斜めになってる。うん、じゃあいきますね。はい。ててん。そう、ヒゲが変わったんですよ。みんな早い。早い。うん、はい。モテテク、恋愛テクニックのお悩み来てます。はい。雑誌やネットで特集されているその手の内容についてキャラじゃないと思ってなかなか実践できません。うん。かわいらしいことを言ってみて自分で笑っちゃうんですよ。うん。どうしたらいいですか。ビーコさん、東京の26歳さんからです。ありがとうございます。うん、マスター教えて、マスターであるみたいなことやってたなって、ひげをつけて思い出すっていう、なんか懐かしい、いいですね。はい、うん、でも今の質問で来るところによりますとですね、これキャラじゃないと思ってなかなか実践できません、可愛らしいことを言ってみて自分で笑ってしまいます、どうしたらいいですか、はい、そのままでいいと思うである。あら、実践しなくていいんですか。でも可愛らしくこうやって笑ってみちゃうってわけでしょ、うん、ネットとか雑誌で見たことをやってみた時に、うん、照れて笑っちゃうことによってより可愛く見えると思う、うん、そこまで作戦ってことでいいですか、うん、ってみたいな、なんか自然にこうプププって全然ごめんごめんってやってる、そうそうそう、したら、あ、こいつ可愛いなって思うし、あ、なんかそういう風にしようと思ったんだなっていう努力も見えるし、どうしたの急にって言って、え、なんかそういうの書いてあってって言えばいい、うん、正直に言えばいい、正直に言ってしたら絶対いいと思うよ。これがもう一番のモテテクだなと思っちゃう、逆に。うわ、やりよるねこいつ、こいつじゃないの、キャラじゃないことやってるっていうギャップもあるし、うん、で自分だけに可愛いとこ見せようとしてるなっていう努力も見えるし、うん、自然に笑っちゃうってことで自然に素敵な笑顔になってるってことでしょ。じゃあこのままでいいと思う、このままでいいで R で、いいで R、 やったー、一つお悩み解決です。登録登録ニコ生ラブリサーチ見ると恋にいいことあるかもね、登録登録ニコ生ラブリサーチ。